攻めれた、ずっと攻めれて、トップが射程圏内にいるっていうところでは良かったんですけれどもね、やっぱもうその3位とか、まあ、手堅いレースとかっていうのは、その黒田さんも望んでないでしょうし、もう一発、ネタ的に面白いことをやれたら良かったなと思ったんですけど、そういった意味では、まあ、この間の反省もあるんですけれども。すいませんっていう感じで結構気にしてるんですよ、これでもこんな感じかな。次戦の抱負ですかね。まあそれもそうですね、次戦が恵比寿サーキットっていうんで、美浜と琵琶湖はどちらかといったらホームコースに近い地元のコースで、アドバンテージはある方だったって、まああってこれかよって感じなんですけどもね、まあアウェイ行ってもそんなに順位は変わらないんですけれども、恵比寿は3位君とか、もしかしたら、一騎選手とかも出てきて、2人とかは結構早くて、恵比寿はなかなか単純なようで、攻略しづらいサーキットで、どちらかといったらあまり得意じゃないんですけども。なんとか一応初優勝したのは恵比寿サーキットですし、言動悪いところではないとは思いますので、まあ、そういうのは全然気にしないですけど、ちょっとここ以上の、今回反省点もいくつかありますので、それを、クリアして、今回以上のリザルトを残せるように面白いことできるように、はい、頑張りたいなと思います。多くなってきたし、相続に近かったし、もう最後ちょっと流した。ごめん。追い切れんかった。相手無理しても演奏するかなと思って。はい。